磯子火力発電所は神奈川県横浜市磯子区新磯子町37-2にある電源開発の石炭火力発電所。東京電力と東北電力に電力を供給する火力発電所として1967年に1号機が運転を開始2号機までが建設された。1990年代後半に入り老朽化が進んだため旧設備は廃止され新たに 1> 新1、新2号機が建設された。新設備は、大気汚染防止対策と発電効率に優れ、石体火力の従来のイメージを一新、世界最高水準の発電効率を達成している。隣接地には、LNG を燃料とするジェラ、南横浜火力発電所がある。タービンと発電機排煙脱流装置煙突2011年11月24日22時4分。 スクリーンクラッシャー室からの発煙を確認、発電を停止。スクリーンクラッシャー室、石炭サイロ等が損傷を受けた。仮設の石炭、受け入れコンベア設備の設置を行い、2012年1月19日に、まず新2号機が、23日に新1号機が運転を、再開した。2012年12月4日、新2号機において、低圧タービン動力の一部節損が確認されたため、 発電を停止。電源開発では、応急対策として、節損が認められた低圧タービンの動力を取り外し、圧力プレートを設置して運転することとした。新2号機は2013年6月3日に運転を再開した。なお、圧力プレートの設置により、新2号機の定格出力は、暫定的に56.2万キロワットとなっている。石炭サイロ。 ありがとうございます。